どうですか、うん、ハッシュです、腹減った、早く食わせろ、言うこと聞いてくれないキャメラさんだからね、これライス、本日はご飯じゃなくてライスだからね。どういうこと？洋食屋さんだから。あ、そうね。これよりは洋食屋さんみたいでしょ。もっと欲しいのよ。うん、じゃあこれはブレンドちゃんの分。うん、メルサイズのライスです。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。洋食だったらフォークとナイフじゃないの？こちらは和洋食が、和洋食でございますので、和洋食、お箸を使っていただきます。和洋食屋さんです。おはこん、おはこんばんは。 It's Sagan the brand。で今日は久しぶりの質問動画ですね。はい、皆さん、はい、あの質問してくれてありがとうございます。ございます。はい、今回はインスタで質問募集したのでそれに答えていきたいと思います。はい、でもちょっと私お腹空いたので一口先にちょっと食べてみますか。皆さん、はい、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。おいしそう、見てこの肉厚ハンバーグ。そう、結構ね大きくなっちゃった。でかい、レシピ通り作ったけどさ。うん、うん、食べたかった。おいしいね。うん、で今日はセイコがハンバーグでいいんじゃないって言ったから、うん、買い物行ってきた。じゃあいくつか質問あるからね、うん、ちょっとランダムに言ってきます。はい、はい、まず、はい、じゃあ2人の次の旅行先はどこですか？言っちゃう？うん、まあ決まってるなら。決まってる、多分決まってるね。うん、多分まだ 100% じゃないけど、多分7月に日本にちょっとだけ行くんじゃない？そうだね、うん、なんか7月に家族旅行がね、あの控えてて、それにどうしてもちょっと家族が帰ってきてほしいってことだったので、あの頑張って7月に日本に帰るようにしたいと思います。はい、で自分の仕事が7月がちょっと繁忙期だから、うん、あの休みが取れるかどうかちょっと不安な状態だったんですけど、まあ、なんとか多分帰れそうなので、うん、あの頑張って調整して7月に日本に帰る予定ですね。多分1週間ぐらい、ね、そう、本当に短い、ね、うん、で多分ほとんどね、あの東京じゃないところにそうそうそういるので。お二人はタトゥーはありますか？ないですね。ないけど、ちょっと欲しいと思っちゃう。でもなんか日本はさ、タトゥーがあるとあの温泉入れないじゃん、うん、だからそれがストッパーになってる。プールね。あとプール、うん、そのルールが日本なければ多分あの自分はタトゥー入れてたかもしれない。何を？なんかブレには何回も言ったことあるけど、この腕のところに、うん、たまにここになんかタトゥー入れてる人いるんだよね。こういう輪っかみたいな、うん、線みたいなやつね。まあ写真あったら写真出して、ね、そうそうそう、けどアメリカだと結構そう見るね。入れたりとか、うん、あとはなんか文字、なんかここの鎖骨とか、あとはそのお腹の腹筋の下あたりとか、そこら辺とかなんかちょっとセクシーだなってこっちじゃ思うんだけど、あのねすごいなんかタトゥーしてる人やっぱり日本に比べて多いからさ、うん、なんかかっこいいなとか、うん、すごいなんか綺麗だなって思うタトゥーも結構あるからさ、うん、なんかそういうのいいなって思う。お互いの直してほしいところはありますか？昼寝が長すぎるところとか、例えば。そうだね。あと靴下を脱ぎっぱにするところとか治らないね。治らないね、うん、申し訳ないけど靴下脱ぎっぱって超有名じゃない？有名でもね、自分だけじゃないもんね。結構世間一般的に有名だよね。そうそうそう、だからそう、だからそれで有名だよね。うん、自分は、まあ、ブレンはたまに考えすぎちゃうところとか結構ガチなやつね、うん、
だってなんかすごいほら考えすぎちゃってそれがストレスになったりとかさするから、そんなに考えなくていいよって思うときはあるね。もう性格の違いだね、うん、そこはしょうがない。そうもう慣れてるけどよかった俺は慣れてないそうね、見ててちょっとかわいそうだなって思うときはあるけど、ブレイのせっかくの一部だからさ、まあね、なんかいつもなんとかなるけどさ、うん、でもなんかやっぱり心配性かもね。そうね、心配性はあると思う、うんうん、これは多分ね、俺に対しての質問、海外で暮らしていても英語能力が向上したと感じられないって、どうやったら英語能力が上達するかっていう感じの質問なんだけど、うん、ね、なんだろうね、上達したって感じたのはもう仕事をアメリカでしてからかな、うん、してそっから1年ぐらい経った時に、まあ身近にいる人、まあ、自分の場合ブレンがなんか、あ、なんか英語良くなったよとか、うん、これも聞き取れるのとか、うん、あとはなんかこんな言葉も知ってるのとか言ってきた時に初めて自分で気づいた。え、そういう言葉出てきたのすごいねとかね。そう、自分で俺がいない時に学んだね、うん、覚えた言葉。そうだね、ね、そう、仕事をアメリカですると、なんか仕事の英語をまず覚えるじゃん、自然に。そう、なんかそういうのをやっていくうちに自分は英語を覚えたかな。そうね、だからね、英語だけしか使わない職場っていうところで働くのが自分はすごい近道だなって思いました、うん、自分にとったらね、まあ、職場でも学校でもね、うん、何でもいいんだね。そうそうそう、だから英語だけ使う環境ってところにボンと飛び込んでみるのもいいかもしれない、うんね、でもなんか 俺思うのも、なんか自分気づいてないけど本当は上達してるのもあると思うね、うん、質問してくれた方も最初の頃に比べたら多分上達してるはずだよ ね。なんか自分はそう感じないけど、周りの人は、うん、ほら久しぶりに会った時とか多分感じるから、ね、そうだ ね、 ね、あるよね。だから自信持って頑張りましょう。はい、私も頑張ります。はい。結局うまいね。美味しいよね。このタレが美味しいね。ちょっと。うん、ちょご飯で合う。大盛り。盛り盛り。うまい。まあ次は。まあ、ちょっとプライドマンスっていうのもあるからかな、うん、こういう質問も来てます。パートナーシップではなく結婚にこだわる理由は何ですか、うん、これ結構ね、あの、うん、来る質問なんだよね。なんで結婚なの、ね、ってなんかパートナーシップがあるんだから、うん、パートナーシップでいいんじゃないっていう質問もね結構来るんだけど、うん、そうね、そういくつかのね理由あるけど、うん、まあ、一番はほらパートナーシップだけだと平等じゃないじゃん。なんかもう、うん、あの異性愛者の人は結婚できるんだけど同性愛者の人は結婚できないからね、平等じゃないじゃん。そうだね。あとそのパートナーシップについてくるその権利も違うし、うん、結婚との権利、そうだね。 ね、ブレインが言ったみたいに、あとはなんかその国が法律として、まあ、国として認めてるっていうその安心感、うん、そうね、とかもやっぱり違うしね、だったら東京都とか、ね、あち今あちこちだけどね、うん、結構増えてきてるけど、そこから出ちゃうともう意味がないじゃん、その書類は。そうだね。だからね、まだまだ足りない、うん、まだまだ足りないと思います、ね、自分たちはそれがあると安心、ね、もちろんパートナーシップで安心してる人たちもいると思うんだけど、うん、まあ、自分とブレンはなんかアメリカで結婚して生活して、でなんかちゃんと書類に自分の旦那さん、うん、家族として書類も書いたりとか、ね、そういう風にすることによって自分たちが安心するから、うん、まあ、自分たちのためにやってるっていう感じだね、うん、そう、そういうものね、そういうもんだよね、うん、それとあとほら遺産、うん、そうだね、お金もね、お金とか、あと在留資格が出ないところも大変じゃん、うん、そうだね、ね、そういうの、うん、そういうのあるね、いろいろある。これは国際結婚とかでまた変わってくるもんね、うん、そう。シアトルはどうですか、オハイオは恋しい、アメリカの他のところに住む予定はありますか。と今は予定ないね、アメリカの他のところに住む予定は今ない、うん、ね、
で、なんかおはよう、おはようは、うん、あの物価が恋しい物価がそれぐらいかな。そうね、食べ物も安かったし、うん、ガソリンも安いし、うん、ね、なんかいろいろ家賃も安かったから、うん、そういう点ではオハイオすごい濃いし、うん、そう、ね、でもシアトルはあの物価とか食べ物が全部あの高いけど、あのその景色、夏にすごい綺麗な景色見れるのと、うん、あと一年中すごいあの綺麗な植物が見れること、うん、あとは自分たちが住んでるところは歩き回ってあちこちダウンタウンとかも行けるし、うん、コーヒー屋さんもすぐ見つけられるから、うん、あのシアトルはすごい、まあ、アメリカの中では自分たちにすごく合ってるっていう感じる、うん、ね、あの場所の一つです、ね、なんかそのオハイオはなんかアメリカ そのど真ん中にあるから、うん、海とかもないし、あの山とかもない、うん、全然すごいあの平らなところ、そうだね、でなんか自分たちは山とか海とか好きだから、なんかこんなに全部が近くにあるのすごい好きだね、うん、そうそうそう、本当にまあ便利、うん、シアトル。じゃあちょっとシアトルつながりで、あのシアトルに住むことを考えてる人がいるんだって、シアトルに移住するんだけど、うん、おすすめのレストランとか場所はありますかっていう質問が来てます。そうね、いっぱいあるじゃない、いっぱいあるだけど、なんだろう、日本からアメリカに来てやっぱり恋しくなるのって、うん、自分はラーメンとかさ、うん、そのお寿司屋さんとかなんだけど、ラーメンだったら今住んでる場所、このシアトルのあらへんだと、まあ、自分たちが行ったことがあるのはその麺屋武蔵とか、あとはラーメン三等家っていう場所と、うん、とダンボ、ダンボっていう場所のラーメンがおすすめです。他にも行ったことのラーメン屋さんいっぱいあるから、うん、みんなあの、うん、シアトル来た時は自分たちであちこち行って日本のラーメンに近いところ選んでほしいんだけど、うん、その3つはあのかなりいい場所でした、うん、であとはくら寿司がシアトルには一応、うん、なんかベラビューっていうちょっとシアトルが近いところに車で行けるところであるし、あとはダウンタウンのところに自分たちの記念日の時に撮った動画にも出てた、あのすごいしっかりとしたお寿司屋さん、ね、高いけどでもすごい、なんか結婚記念日とかさ、うん、そういうなんか何かの記念日の時に行くとおすすめな場所なんだけど、名前すごい有名ね、かし、あ、寿司かしばか、かしば、そう、お寿司屋さんの名前は寿司かしばっていうところなんです。あとはね、まあ日本食じゃないところもいっぱいあるし、うん、中華とか韓国とか、あの、まあ、アメリカ食とかいろいろあるから、うん、あの本当に美味しいレストランばっかりですので、そう、ね、ハンバーグ屋さんはディックスっていうディックスハンバーグ屋さんがあって、ね、ここら辺ではすごく有名な有名やつで、安くてうまい、そう、ハンバーガーがだいたい2から3ドルから、まあ、500円以下で食べれるし、ね、あとなんかミルクシェイクとかポテトフライも美味しい ね、あと中華だったらビャンビャンヌードルっていう場所があります。ビャンビャンヌードル、そう、そこもおすすめです。太めのね、そう、麺でなんかちょっとピリ辛ソースで、そうそうそう、美味しいね。そこはめっちゃ行ってるね。そこめっちゃ行ってる本当に、ね、まあ、あとはあと1個、最後に1個俺は食べ物が好きだね。最後に1個、小籠包の場所はドウゾンっていう場所があるので、うん、あのそこもチェックしてみてくださいね。多分シアトル発祥ね、うん、の場所あちこちにね店舗があるんだけど、結構美味しいしそんなに高くないから、そう、質問最後、はい、お二人は仕事何してますか。これは結構ね来てた。本当、そう、多分ブレンの仕事はみんな知ってるけど、自分はなんか仕事をその YouTube でなんか、まあ、ちゃんと言ったことはない、うん、から、まあ、こういう感じの仕事してるよってのは、うん、あの言ってもいいかなと思って言ってみようかと思います、うん、すごいなんか重いんだけど空気がそんな多くないんだけどそう、はい、まずブレンは、俺は自動車関係 の、 あの通訳の通訳と翻訳の仕事してます、うん、で全部あの在宅でやってます。いいな。ずっとコロナになってからずっと在宅だから、それであのシアトルに引っ越せたし、うん、なんか割と好きかも、うん、それが楽しそうにやってるよね。うん、まあ大変な時は大変だけど、うん、でも好きな仕事だからね、うん、結構アメリカに来てからずっとその仕事だからね、うん、もう5年間以上だから、ここに、ね、いいところを見つけたなって感じね。なんか
もう仕事先の人たちもみんな優しいし、うん、あの働きやすい環境だから気に入ってる。本当に長いよね。何年やってる？うん、もうすぐ6年、うん、すごいね。1個の仕事をそんなに続けたことは自分ないから。もう小学生だよ、職場6年。まさかね、小学6年生全部終わってるんだよ、ね、すごいじゃん。なんだかんだ ね、なんだかんだやってこれたよね。はい、じゃあ大発表の大発表じゃない。もうね、絶対ほらみんな気づいてる人たちいると思うよ、いっぱい、うん、そう、自分はあの飛行機関係の仕事を今してて、うん、あの結構ね、自分たち飛行機飛んでるじゃないですか、ここ数年2年ぐらい、ね、あちこちいろんな国とかいろんな場所に行ったりとかしてるんですけども、それは私があの航空関係で働いてるから、うん、あちこち飛べてるわけで、決して私たちがお金持ちというわけではございません。なんかそれがちょっと心配だったんで、って言ってたよね。なんかすごいなんか超お金持ちになったんじゃないって、なんかもう、嫌いな人いるんじゃないかも。だけどそういうわけじゃないね。そう、決して私たちがあのね、お金いっぱいあって天狗になってるとかじゃない。なんかそれを見つけてるとかだ。じゃない。そう、ね、まあ多分気づいてる人は気づいてると思いたい、ね、そうだけど、まあ実は自分が航空関係の仕事で働いてるので、うん、あちこちフライトを飛ぶことができるんです、ね、でそれはシアトルにね引っ越してきて、そうそう、就職して、そう、仕事、もうね、結構やりたかった仕事、うん、ずっと思ってたやつだから、それが今できてることが本当に幸せ、ね、で楽しく仕事できてて、同僚もすごいいい人たちなので、毎日楽しく仕事に行くことができてます、ね、楽しそうにやってるから安心するね。大変な時も大変、ね、ある、大変な時もある。もうね、これはまあいつかね、自分の仕事についてとか、うん、こういうこともあって、こういうお客さんもいてとか、こういう人もいてっていう、そういうなんか面白い話とか、ちょっと不思議な話とか、いろいろいつかできたらいいなと思ってるので、皆さん楽しみに待っててください、はい、ね、そのおかげでね、俺らはちょこちょこ日本に帰ったり、うん、あとほらイタリアとかイギリスとかに行ったりとかできたから、本当に良かったね、うん、まさかそういうことがあると思ってなかったから、ね、ね、何があるかわからないね、人生、ね、本当に本当に感謝感謝だよ ね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ってことで、今日の動画のね、質問動画はここまでになります、うん、はい、皆さんいかがだったでしょうか。もしね、もっとこういうことも聞いてみたいとかあったら、コメント欄とか、あとはツイッター、インスタグラムとかもやってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、あとは概要欄 の、 SNS ね、先言ったインスタとツイッターと、うん、あとはポッドキャストもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、毎週月曜日、日本の月曜日の朝6時に上がるように設定してるので、ぜひ聞いてください。もう超雑談だから、それが好きな人どうぞ。お願いします。はい、どうぞ。はい、ってことで、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。